てか結婚って必要なの？私縛られたくないんだよね。いいじゃん一緒なら。人間本当は自由が一番なはずでしょ。なんか意外だな。ん？いや女の子はさ、大人になるとみんな結婚のことを考えてるつうかさ。けど君みたいな子もいるんだなって。気持ちがあれば十分じゃない。しきたりで縛る必要ないってことだよな。よかった、一緒だね私たち。大丈夫？ありがとう。優しいんだ。いや、これはその、ごめん。俺明日あるし、そろそろ帰んなきゃ。今日は楽しかったよ。どこ見てんの？見てない。嘘つき。タバコの味でも嫌いじゃないよ。マジっすか。やべえ、つかマジでやべえだろ。やばいって。何が？だからその出会ったばかりのあのおしべとめしべがって、何言ってんだ俺。あ？っていうか、何？なんか問題でもあんの？これ、浮気だよな。まずいことになったな。けど、強引についてきたんだし。つうか、飲みすぎだ。何も覚えてねえよ。いや、あの、そんなにジロジロ見られると恥ずかしいんですけど。悪い。言っとくけど、気に入ったから来たんだよ。私、誰でもいいとかじゃないから。そこんとこ誤解しないでね。いや、あ、別に。ねえ、私のことも気に入ったんでしょ？え？あ、なんつうか、それについては不思議っていうか。何？こんなこと初めてっていうか、信じらんないっていうか。ダメだ、クラクラして頭がうまく回んねえ。それって一目惚れってやつじゃん。え？うわあ！ごめんなさい、実は俺今日仕事って言ってたよね。仕事？まあ。ごめん、もう帰るね。私も歯医者行かなきゃだし。歯医者？歯医者だと遅れたら怒られるのよ。本当はもうちょい一緒にいたかったけど。では仕掛けといてずうずうしいか。じゃあまたね。ちょっと待って、俺あの付き合ってる彼女が。これは事故でしょ。事故だ事故だ事故だ。そりゃお前あれだ、一生に三度来るっつうモテ期のラスイチノがついに来たってこった。モテ期なの？俺に会ったか？ガキの頃はお前が一番モテてたよ。覚えてねえ。二度目は5年前の同窓会だ。あれからキャサリンとも長いよな。ま、バレたらそれも終わりだろうけどな。はぁ、マジ怖いよ。多分殺される。怖がんのそこかよ。けどバレなきゃいいだけじゃん。
なかったことにすりゃさ。お前みたいに軽く考えらんねえんだよ。じゃあいっそ乗り換えるってのはどうよ。結婚迫られるのは嫌なんだろ。同じ二人がずっと愛し合えるなんて幻想なんだ。結婚なんて人生の墓場さ。俺見てりゃわかんだろ。お前と一緒にすんなって。俺は今のまんまでいたいだけだっつの、はあ、マジどうするよ。こんなつもりなかったのに。悩むくらいならそもそもすんなよって話だけどな。分かってんだよ。いいよなお前は気楽で。バーカ、気にしたってしょうがねえんだ。女なんて大事にしたっていつ裏切るか分かんねえんだから。それよりどうせ別れんなら紹介しろよ。超可愛いんだろその子。写真とか。それかよ。なもんねえし、お前の好みじゃねえよ。なんでわかんだよ。俺の好みだからだよ。あ、いや、たく困ったよな。ねえ、この話知ってる？あのね、落ちる夢ってやつ。あ？いや、知らねえけど。夢で起こって死ぬとリアルでも死んじゃうんだって。友達の彼氏がね、なりかかったって怖くない？あ？そんなん本人しかわかんなくね。おい、大丈夫か？なんか顔色悪いぞ。ん？まあ、あんま寝れてねえからさ。お前けど、まあたかが一晩のことで真面目すぎんだ。おい、聞いてんのか？聞けよ。知らないな、そんな子。え？そうなのか？てっきりお前らが声かけたのかなって。え、だけどそんな目立つ子なら絶対に気づくと思うんだけどな。つうかね、言わせてもらいますけど、あんたらみたいな人たちがいっから自分に回ってこないっすよ。モテてりゃ毎晩こんなとこでやろうと飲まねえよ。そういやトビーは年上好きなんだっけか？きつめの年上のお姉様に罵られながらヒールで踏まれるとか憧れっすよね。変態かよ。こういうのがホラー映画で最後に一人だけ生き残るんだよな。違いますって。自分はただお姉様に遊んでもらいたいだけっすよ。ふん、じゃあ私が遊んであげよっか。え、エリカさん。私のピンヒールって結構癖になると思うけど。おい、エリカ。それよりあれ聞いた？女の呪いの話。遊んでばっかいる浮気男を呪い殺すとか殺さないとか。どっちだよ。え、何それ、女の呪い？あんたは関係ないでしょ。ずっと彼女に一筋なんだし。おいおい、何言ってんだよ。こいつだって浮気とか最低っすよね。ああ、たくたちの悪い。最低とか言うなよトビ。鼻に詰めんぞ。いって。え、何？あんた浮気してんの？結婚どうしたのよ。バカ、声でけえよ。お前ら浮気とかでかい声で言うな。誰聞いてるかわかんねえだろ。マジ最低。最も低い。最も低いって言うな。分かってんだからもうほっとけよ。でどんな子なのよ相手。ああ、もう何でも運命的に可愛い子なんだとさ。適当言うなよ。運命的とかしびれますよね。羨ましいっすよ。いいからお前らこの話絶対に外で言うなよ。わかってるよ。そういや知ってる？あの店長も昔遊びすぎていろんな女の恨み買ったんだって。ほら、あいつってばダッサいグラサンしてんじゃん。それで今サングラスで顔を隠してんだってさ。嘘だろ。エリカちゃん、おかわり。あ、はい。お前もヤバいんじゃねえの？かけとくか、グラさん。いらないから。それに浮気はもう終わったんだよ。ボタンで席を立ってみよう。
店内を自由に歩けるようになるぞ。なお、スタートボタンでメニューを開けば、バーの過ごし方のヒントが確認できるのだ。コンフィグ画面からは、悪夢ステージの難易度を変更することもできるので、覚えておこう。浮気男が呪い殺されるっての。例の開始事件のことらしいぜ。それって、ポールが死んじまったやつ。ああ、死んじまう原因が女の呪いなんだとさ。アホらしい。エリカの好きそうな話だな。ポールって、前に何度かここに来てた人っすよね。ああ、俺たちの高校のクラスメートだったんだが、この前ここで偶然会ったんだ。マジか。どんな様子だった？挨拶だけだったけど、普通だったよ。もっと様子を確かめればよかったかな。別にお前のせいじゃねえよ。ああ？まあな。あの時フォールともっと話してりゃこんなことにならなかったかもな。お前マジで大丈夫か？浮気男は呪い殺されるってよ。呪いって子供の噂じゃあるまいし、くだらなすぎて笑えねえよ。タイミング良すぎんだよ。しかしお前みたいのが浮気とはな。けどそんな可愛い子が相手ならむしろラッキーな事故ってとこか。どうすりゃいいんだよ。頑張って隠し通せよ。それか土下座だな。許されていいことじゃねえよ。まあちょっとクールなとこもあっけど、いい女だよなキャサリン。言われなくても知ってるよ。バーでは時折携帯電話に着信があるぞ。三角ボタンで掘り出してみよう。ヴィンセントさんってキャサリンさんと長いんすよね。馴れ初めってどんなだったんですか？今後の参考に聞かせてくださいよ。はあ？ねえ、言うほどのイベントじゃねえよ。同窓会だったよな。恋愛相談に乗っているうちに惚れちまって口説いたんだっけ？キャサリンが落ち込んでた時は夜中でも駆けつけてたからな。バカ、やめろって。そんな優しくてマメな男がね。本当だよ。先輩、意外とデリケートなんすね。全然そう見えないけど。そう見えないとか、うせえよ。